ただいま私のオフィスの、社長室からお届けしています。まあそんなわけはありませんね。こちらの、バーバンクにあるインビジョネートスチューディオという、まあ3週間ぐらい前に他の撮影で一度来て紹介した、スチューディオ、本日、まあ、4日続く、映画の撮影の仕事の3日目ですね。3日目はね、こちらのスチューディオで全て撮影しております。で、いろいろお見せしますが、今朝はですね、9時の入りで、それで最初のセットアップ、今撮影中で、今ちょっと、いろいろ調整中、これをちょっと撮ってますけど、オフィスの横が、この病室のセットアップですよね。で、今日は何箇所かちょっと設定が変わって撮影しますけれども、その様子をお届けしますが、まあスタジオは撮影ロケーションとしては非常に最適で、今日一日は快適な一日になりそうです。なので、よくご覧ください。I'll give you the cue for the ring. Yes, we can move on. Copy that. So. Sorry, guys. What a nightmare. That's okay. It looked great. All good. Let's go ahead and start getting actors changed for 29. Since we did have that break, hope he gets up and it becomes like an. I mean, I'd like him to be able to kind of stand at the end of that if we can do that. Yeah, I think, and he can be standing at the beginning too. One second, I'm gonna be right back. Look at that. I got you. I'm gonna kill that bitch. 今日のランチはラザーニャとミートボールにベジーですね。結構いい感じです。で、せっかくなので、スタジオ内のダイニングのセットアップでいただきます。どうやらランチの休憩中に交通事故があったようです。車3、4台巻き込んでますね。あちらに我々のクルーの一人の、ね、巨乳の子がいるから、ちょっと我々プロダクションと関係あるのかなと思ったんだけど、あんまり関係なさそうです。エアーバッグも出た感じで、まあ怪我人がいなかったような感じで、まあそこは不幸中の幸いかな。ファイヤートラックも到着しました。結構ゆるゆるで割とめんどくさそう。皆さん、安全運転を心がけましょう。はい、ただいま時間はですね、夜の8時近くで、もうそろそろ今日の分の撮影終わりに近づいてます。今いよいよ最後のシーンのリハーサルをやっております。ちょっと音がしてうるさいかもしれませんが、4日間続いたこの長編映画にしては
撮影日数が非常に短くて、もう大急ぎで撮った感じがするんですが、まあなかなか結構あのアクションパックで、結構えぐいあの残酷なシーンとかも続いて、まあなんかこう面白い作品になるかもしれないです。タイトルはですね、ネイバーズ・フー・キルと言います。ネイバーズ・フー・キル、殺す隣人です。タイトルだけ聞いてやばいですよね。なのでこの作品の出来上がりが楽しみです。まあこれであの7日間撮影の仕事がぶっ続きで、まあちょっとフリーランサーだったらまあこういうこともあるんですけどもね、まあ忙しい時はとことん忙しく、まあ暇な時はとことん暇でですね。で今日はもうちょっと最終日でもうちょっとまああの割と疲れちゃったんで、この後お食事生ものが食べたいかなと。多分まあちょっと日系のスーパーマーケットに寄って、刺身でも買っていきたいと思います。なのでまた次のビデオでお会いしましょう。では。